さんも同じような幼少時代を過ごした。本当にこう自分とこう被ってしまったんですけど、本当に包丁も取りかけられて、すっぱだかにされてこの時代にね、まあ、今からもう35年ぐらい前ですけど、二度殺されかかったって、見つけられたのと踏みしめられたのと、もう生きてたなと思ってね、本当そうですね。そう思うんです。ここで二児の母でもある篠原がめったに明かすことのない意外な子育てエピソードを披露する。私も息子がものすごく、昨日ちょっとご飯を食べに行きまして、息子とだから2人とも着いたらそばで何かが欲しかったから、買えないもんだから、それ腹を立って僕やっぱりいらないって言い出したんです。座った瞬間にプチってきて、でもう一人の子供も僕いらないってなって2人で来ちゃってちょっとすみません、席外していいですか、荷物置いてみますのでって言って、すごい笑顔でだーって外に出してパーンってね、ダダダダダって言って、その時いろんな人にこう見られて、だけどもあの、もういいやと思われたって、今とっても大事な時間だから、今しからなるとダメなんですよね、子供って、だから公共の面前かもしれないんですけど、でもそれをやらないと自分家の家庭のその子供の今育ててる状況が今は大事なんでやらせていただきますって感じだったんですけど、これこそ、ね、通りすがりの人がパッと見た瞬間もやってるって思われちゃってるのかなって思うんですけど、それとこれとまたちょっと違うんですが、子育てをしているお母さんたちにどこからが境界線が分かんないような方たくさんいらっしゃると思うんですよね。なんかどれが虐待なのか、どこまでが叱りなのか、どこからが虐待なのかって分かんなくて不安に思っている方もたくさんいると思いますよね。人間だから親であろうと腹立つことは腹が立つ、カチンと来たりするんですけど、この時には必ずアドレナリンが出てるんです。アドレナリンのせいなんです、実は。アドレナリンが発生して体中の隅々の細胞に行き渡って消えるまでが長くても6秒あるんです。長くても6秒なんです。カチンと来た時にこの6秒アドレナリンまずやり過ごしてみるということは大切です。やり過ごすというのはどういう風な、例えば何でもいいんですけど、例えば6秒間こう鼻で深呼吸しておくとか、あの、まあ、数を数えるだけでもいいです。あとは席を立つ、パーンと腹が立ったからすぐにするんではなく、6秒間アドレナリンがなくなってからあのねってやります。このドラマを通じて伝えたかったこととは、今こういう伝え方というのは、こういうテレビでドラマで私も演技を通してその役に なりきってちょっとでも見ていただければなって、本当にこう映像もあえてすごくハードな映像にさせていただいたんですけれど、それはなぜそういうふうにしたかというと、そういうところまでしないと足を止めて見てくれないっていうふうに思いますし、で本当に家の中ではそういうことが本当に起こっているのかもしれないって思った時のそのゾッとする気持ち、例えば自分自身が虐待をしている自分自身がそれを見たとしますよね。その時に、ああ私ってこんなことしてるんだとか、俺ってこんなことしてるんだとか、わからないですけれど、なんかそうやってちょっと感じてもらって、ちょっと一歩引いた目線になってくれればいいなって。愛し方を知る